このビデオではギャングについて説明します。この映画は物語を語る最強のファイターを目指す反抗期の新入生、学園の裏で常識を超えた戦いが繰り広げられる。彼は学校でタフなファイターを打ち負かし、無敵としての地位を固めることができるでしょうか。ザ・ギャングで調べてみましょう。ギャングは姉のジヘと校長室にいるチェ・ジフンという若い男を見せることから始めます。ジフンはよく喧嘩をして学校でトラブルを起こす高校生。その言動があまりにも乱暴で、校長は後見人であるジヘを呼び出し、学校に来る。ジヘは兄にもう一度チャンスを与えるよう校長を説得しようとする彼の態度をより良い方向に変え、より従順になること。しかし、校長はもはやジフンの不貧行に耐えられず、特に彼が校長への敬意の欠如を示したとき、結果として、ジフンはすぐに学校から追放された。その夜、ジフンはネットサーフィンをしているようで、新しい学校を探して、噂によると、彼が最終的に高校を見つけるまで、ルールはなく、ほとんどの学生は囚人です。ジフンは学校を見つけて喜んでいるようで、志願するつもりです。翌日、刑務所だった高校を訪ねる。学校に改造された建物、校庭に足を踏み入れた瞬間、ジフンはすでに頭を右に打つボールで迎えられており、戦いを始めるための挑戦と考えています。自信を持って、ジフンは自分にボールを投げた不良少年たちに前に出て自分と向き合うように頼みます。剣は彼らに立ち向かおうと構えるが、思わぬ事態が発生。滞納した学生の一人が見下ろして彼に謝罪します。ジフンは感じます不良生徒たちが彼を戦いに招待しなかった理由を混乱させ、代わりに謝罪した。その後、彼は学校に入学するために登録するために教師の部屋に駆けつけました。しかし、学校の教師は一般的な教師とは違うので、彼は再び混乱します。しかし、ジフンはこの学校のことを一番気に入っています。入学条件は戦闘能力だけ。喧嘩が大好きなジフンは、すぐに入学を許可される。彼は新しいクラスの場所をまだ知らないため、次の名前の生徒に尋ねます。学校の廊下に一人でいるコン・チャンシク。チャンシクはジフンのクラスへの道を指さす。チャンシクの清楚な姿を見て、ジフンは彼を少し見下す。実際には、チャンシクは学校で最も強い生徒の一人です。彼がクラスに到着すると、ジフンは、最強のクラスメートに挑戦して打ち負かすつもりなので、自信を持って尋ねます。しかし、その後、リオンシクという生徒が彼に近づき、この学校の生徒は不用意に戦うことを禁じます。だからわざと彼にボールを投げて、彼と戦うよりも謝罪することを選んだ。ジフンは、ルールはただの流行だと思っています。ほどなくして、休み時間のベルが鳴り、生徒たちは教室から飛び出していきました。ヨンシクはジフンをビルの地下に連れて行き、学校の生徒たちの間で1対1の戦いが行われています。ヨンシクは、生徒は戦場で戦うことしか許されていないと言い、それは他の生徒と教師による賭けであることが判明しました。その後、ヨンシクはジフンにファイターを倒して最後に出てくる人は誰でもいいと言った。勝者は学生のリーダーとなり、ルールを決定し、作成する権利を有します。学校、戦いに参加したい様子のジフンを見て、ヨンシクはこう告げる。最強でタフな生徒の称号は現在チョンデホが保持しており、タイガーの愛称で呼ばれる学生のリーダー。しかし、その後のデホの所在は現在不明である彼は、以下の説明ボックスでサポートをお願いします。このチャンネルを友達にシェアしてください。このチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。ありがとうございました。事故にあった。それでもジフンはせめて最強の生徒3人を倒さなければならないが、戦闘能力は大砲と大差ないぎて。格闘技の名手で柔道の達人として有名な生徒とサイコパス。十分に年を取らず、孫悟空に夢中になっているキング。最後はコンチャンシク、かつて学校の廊下でジフンに出くわした。これを聞いたジフンはさらに興奮し、謙虚な外見から見てただの弱い青年だと思っているチャンシクに直撃。その後、ジフンはチャンシクに戦いを挑むが、チャンシクは学校の規則に違反することを拒否する。
その後、ジフンはチャンシクの部下たちに巻き込まれ、服を脱がされる。それが判明、彼の不良なルックスと迷惑な態度にもかかわらず、ジフンは着ることを恥ずかしがらないようです。ハローキティの下着、突然、彼は学校のお尻になり、こんにちは、というニックネームを獲得しました。キティ、それでも必ずしも劣等感を感じず、ありのままの自分になる。次の日、最強の生徒たちを倒してリーダーになろうとするジフンの決意を見た四宿。この学校の、そして彼が資格を得るためには、5回連続で戦いに勝たなければならないと彼に言います。6回戦のトップ13で、3人の最強の学生と戦うチャンスがありました。学校、その後、四宿はジフンを連れてチャンシクが他の生徒と戦うところを見に行く。ジフンはチャンシクの冷静に見えるが非常に強いファイティングスタイルを見て感銘を受けた。致命的な攻撃、しかし、それはジフンがチャンシクと戦うことにさらに興奮するだけです。考えずに、彼はすぐにファイティングクラブに登録して参加しました。ジフンはなんとか相手を倒すことができた。彼の最初の戦いでどんな努力もしなかったので、リオンシクと戦いを目撃した人々は驚いたように見えた。他のいくつかの戦いに勝った後、ジフンはかなりタフなファイターとして知られるようになり、多くの人が彼の勝利にかけています。一方、悪徳教師の一人は、ジフンが勝ち続けているため、バトルでの賭けはかなりの損失をかぶります。その男次に、ジフンが次の戦いに勝てないように、ジフンの足を塞ぐ何かを計画します。ジフンはかなりこのラウンドでの彼の対戦相手が、3人の最強の学生の一人であるギテであることを知って驚いた。学校、ジフンはギテと対戦するべきだった。しかし、悪徳教師は不正行為をして試合の順序を変更したことが判明しました。これは故意に行われたため、ジフンは負けて戦いに参加できなくなりました。ヨンシクは、対戦相手がレスラーのギテだからジフンに諦めろと提案する。柔道武道か、しかし、ジフンはギテとの戦いに固執し、彼を倒すことを決意している。試合開始早々、ジフンはギテの攻撃に圧倒された様子だったが、それは彼を数回ノックダウンしました。しかし、その後、彼はシャツを脱いで上半身裸になり、彼が動きやすくなり、対戦相手が握りにくくなります。意外にも彼の策略ギテが彼を捕まえようと何度も苦労しているので、彼はジフンを倒すことができないので、非常にうまく機能します。全力でギテを倒した後、ジフンはついにギテを倒すことができた。学校で最強の学生の中で、彼の重傷にもかかわらず、戦いに勝ちます。四宿観客は、ハローキティという愛称でジフンの勝利を応援している。ジフンはクラスメートに称賛されるようになりますが、彼らはまだ彼に、ハローキティというニックネームをつけています。その後間もなく、サイコパスの王様がジフンのクラスを訪れ、彼に戦いを挑みます。ジフンが受け入れる次の試合で、サイコパスキングはかなり良いことが判明。ジフンに倒されても起き上がることができるジフンが疲労困憊すると、サイコパスキングは即座に攻撃を開始する。どうやら相手を疲れさせるのがサイコパスキングの倒し方らしい彼の対戦相手。しかし突然、サイコパス王はお気に入りのおもちゃをなくしてしまったので、彼の注意は気が散り、ジフンは彼を倒す機会を利用します。ジフンの喧嘩の直後、そしてサイコパスキングが終わった時、若い男が歩くと突然とても静かになりました。バトルアリーナに。その青年はチャンピオンであり、学生のリーダーであるチョンデホです。もちろん、デホの学校への登場は生徒たちを驚かせます。かなり長い間不在です。元気そうに見えるデホはすぐに家庭を破る。彼らは、彼がかなり重傷を負ったと考えていました。その後、チャンシクはデホに行くルールに反するので、戦いに干渉しないように彼に頼みます。でも、今回の彼の目標は、学校の全員を殺して規則を破ることであるため、デホは注意を払いません。デホとチャンシクが学校の支配者を決めるために戦うことを知って、ジフンとヨンシク、そして学校の他の生徒たちも、直接会うのが待ちきれません。誰もが予想したように、デホは世界最強の生徒の一人であるコンチャンシクを簡単に倒すことができます。
学校、自分もデホの体力と戦闘能力に驚くチャンシクをはるかに超えています。チャンシクが敗北したため、彼の部下は全員亡命し、デホの手下に加わる。それだけでなく、デホはサイコパスキングとギテも倒し、そのため、彼は再び学校のチャンピオン及び支配者として戴冠しました。デホがタイトルを手にした今最強の生徒である彼は、学校の格闘クラブを廃止することを絶対に決定します。そして、生徒が望むなら戦うことを許可します。時間とともにデホの部下も増え、デホの手下に加わることを決意した四宿を含む。ある日、四宿はデホの話を聞く。戦いで自分を殺すつもりです。友達だと思っている自分を気遣いながら、それから彼は自分に計画について話し、デホが彼を終わらせる前に学校を辞めるように彼に頼みます。しかし、結局、デホは四宿と自分の会話を耳にしました。二人は大砲が見つける前に隠れていたが、四宿が裏切ったことを知りその後、デホは部下に彼を殴るように命じます。デホが四宿を倒したと聞かされたジフンは、それから急いで四宿を救います。ジフンは、四宿が本気だったことに非常に腹を立て、罪悪感を感じます。彼のせいで怪我をした。その後、デホはジフンに行き、彼との戦いに挑戦します。ジフンが家に帰ると、妹が物思いにふけって座って自分の運命を複雑な気持ちで嘆いているのを見つけました。ジフンと彼の妹は、両親も他の家族もいないこの世界で一人です。しかし、ジヘはいつもジフンを理解しようとし、彼が良い人生を送ることを望んでいます。彼女だけの家族、妹と心を通わせた末、ジフンは心を強くし始め、デホを倒して復讐することを決意する四宿に対する彼の行動。その後間もなく、ジフンは学校に戻り、デホの挑戦に立ち向かう。しかし、デホと戦う前に、彼はまず部下に直面しなければなりません。ジフンがやり始めるとデホの部下たちに殴られて圧倒され疲れ果てていると、突然チャンシクが現れ、続いて、ジフンを助けるためにそこに来たサイコパスキングとギテ。彼らが戦いながらダイホの部下、ジフンとダイホは別の場所で直接対決することになり、そこでダイホはジフンに尋ねます。死ぬまで戦うこと、ジフンは挑戦を受け入れます。彼らは非常に激しい戦いを繰り広げ、デホは非常に暴力的で残忍な攻撃を仕掛け、ジフンは最善を尽くしてかわそうとしています。ジフンは重傷を負ったものの、ついにデホを倒すことができます。しばらくして、学園の支配者チョンデホ打倒に成功したジフンは、彼は最終的にチャンピオンと新しい学校の支配者に戴冠し、彼が望むルールを決定します。ジフンがファイティングクラブを再開したことが判明した。映画は、戦いの直前にジフンがチャンシクと対決することを示すことで終わります。誰が戦いに勝ったかは不明です。この映画の教訓は、暴力は解決策ではないということです。最強であることは最高であることを意味しません。実際に最高だから多くの人々の安全と利益のために戦い、自分の欲望に利己的でない時です。このチャンネルを友達にシェアしてください。このチャンネルを気に入って購読してください。以下の説明ボックスでサポートをお願いします。ありがとうございました。